日本鹿児島県熊毛郡薬島町口の選ぶ島。口の選ぶ島は薬島の西方約1 2トルに位置する島。近隣の薬島や種子島などとともに大隅諸島を形成し、島は氷炭型をしており、全域が薬島国立公園となっている。温泉が豊富にあるほか、島の周辺は魚釣りのポイントも多いため、1年を通して観光客が訪れている。 なお、口の選ぶ島は、鹿児島県熊毛郡薬島町の大技にもなっており、全島がこれに該当する。火山島であり火山噴火予知連絡会によって、火山防災のために関し、観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。データは、島出す他による。口の選ぶ島薬島本集落から見た、かつ火山の山々港と本村集落。 立上と根町温泉の当時小屋や薬島長田岳から望む、口の選ぶ島、新竹の噴煙が上がる新竹加工、2013年撮影等の中心は港のある本村地区で島の人口の大半が集中している。同地区には役場出張所や商店、学校、ガソリンスタンド等が立地している。国土地理院地図、陸系下浜部や海象上,上の小岩、 無名の岩を除く、口の選ぶ島の空中写真。2009年3月11日撮影の29枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに、作成口の選ぶ島は、殺難火山群島最大の火山島で、気象庁による常時観測火山に指定されている。複数の安山岩室の火山からなり特に東側の火山は新鮮な火山で、日東山。 三角天山、古岳、新竹があり、古岳火山南西から、南東山六には、複数の安山岩質溶岩流が発達する。新竹の河口は、直径200メートル。活動開始時期は不明で、50万年前頃までには、海面上まで成長していたと考えられている。行動森火山は、約10万年前頃までに、野池火山の主部は、 1> 約1万年前頃までに形成され、1万5000年前から1万1000年前にかけて2回の大規模な火災噴火を生じた。最近1万年間の活動は、古岳、新岳、八窪火山で発生している。昭和以降、2015年までに10回近くの噴火記録がある。有史以降の活動目撃記録はないが、 古だ河口でも江戸時代末まで噴火が発生していた。詳細は2015年の口の選ぶ島噴火を山椒縄文前期の土器が種ヶ島と共に出土する。縄文中期以降は弥生時代に入るまで遺跡が見られず、この時期激しい火山活動があったのではないかと推定される。弥生時代の遺跡も多少出土する。飛鳥時代から 平安時代まで駅級の支配下にあったと推定される。1408年にようやく選ぶ都市資料に所出する。戦国期の構想を経て島津市の支配下となる。資料上大隅国と確定するのは1702年編山の原独国営図大隅国である。なお、薬島と同時期に種国となり後と大隅国となったのか、もしくは、 種国が大隅国に編入されて、後にこれに加えられたのかは定かではない。口の選ぶという地名は、江戸期より見え、当時は口の営業部、島村と称しており、大隅国五無国薬島のうちであった。村高は、天保豪町では142国余り、鹿児島県市では184国余りであったが、すべて島役の不知米として支払うこととなっていたという。 1889年に町村制が施行されたのに伴い、薬島の北部にある7、村と口の選ぶ島村が合併し島域の全体が、上薬村の大技、口の選ぶ島となり、2007年に上薬町が薬町と合併し、薬島町となり、薬島町の大技、口の選ぶ島となった。詳しくは、口の選ぶ島、歴史年表を参照。 町役場の出張所があり、行政に関わる業務のほかフェリー乗船券の発券業務なども行っている。診療所が1件ある。また、救急医療の場合はヘリコプターにより、鹿児島市内の病院へ搬送することができる。小中学校小学校と中学校が、それぞれ1校ずつ設置されているが、いずれも、各学年齢人、または1桁の児童。 生徒数である。なお、小学校では、複式学級の編成が取られている。両校とも、佐藤方式による、山村留学、南海標坦島三海留学制度を実施している。このほか三島村の各党との交流も、盛んに行っている。高等学校町営牧場町営及び、施設の牧場がいくつかあり、牛が放牧されている。明治中頃には、 用の採掘が行われており、一時期は人口が1000人を超えた頃もあった。しかし、1931年に発生した新竹河口の噴火によって、向かい浜事業所は破壊され、新たに建設された七釜出張所も1933年に発生した噴火により多大な被害を出して壊滅し、閉鎖された。島で唯一の金融機関として、 口の選ぶ郵便局が立地している。商店は、A コープの出張所のほか2件が立地している。宿泊施設は、本村、前田、田代、湯向きの各集落に民宿がある。本村温泉町営線、フェリー対応薬島、宮の浦港町営航路が1日1往復、薬島及び種子島,島とを結んでいる。空港はないが、折先岬に場外離着陸場である。 口の選ぶヘリポートがあり、災害時などに利用される。なお、島内に公共交通は存在せず、観光客などは民宿の送迎に頼ることになる。町営による船舶事業は1972年、民間の折り立船が運航していた航路の撤退を受けて、同年12月より運航が開始された。なお、東島と田島を結ぶ。 唯一の公共交通機関であることから、1973年10月に国庫補助航路となった。しかし、慢性的な歳入不足及び、フェリー対応の建造時における資金調達計画の不備などにより町の船舶事業特別会計が慢性的な資金不足となっていることから、経営健全化計画が策定され、2009年度から4年間の計画で実施されている。 船舶1997年5月竣工翌月就航408総トン、全長53.0メートル、幅10.5メートル、出力3600馬力、航海速力15.0ノット。旅客定員100名。車両積載数、乗用車3台、バス2台。5津造船所建造。遠隔大隅諸島、奄見群島の市外局番は、 すべて0997だが、口の選ぶ島の MA は島内及び薬島に限られるため、これ以外の地域に電話をかける際には、市外局番をつける必要がある。なお、鹿児島 MA 及び県内離島への通話は、隣接 MA 扱いとなる。ありがとうございます。